はい、どうも、ネングシューターと申します。今回も三国志波動実況をやらせていただきます。今回のテーマは装備品強化素材。族狩りでどのレベルの族を倒したら効率が良いのか調査してまいりました。早速どうぞ。はい、では装備品強化素材とは具体的にどういったものかと申しますと、この金、そしてこの紫、これ何色でしょうか。何と言ったらよくわからない、青っぽい色、この3種類ですね。金が5万増加、強化値がですね、こちら紫が2万増加、この何とも言えない色が5000増加、まあ大中小みたいな感じですね。この強化素材の出方ですね、レベルによって全く異なってきたりいたしました。では早速レベル90と80から見てまいりましょう。はい、レベル90、80の平均獲得値ですね。そして戦闘ログで見るときはですね、レベル90は1万8000というふうに書いてあります。括弧1万8000ですね。まあちょっとパッと見てレベル90じゃないんですけども、これは1万ですね。これレベル60です。属歩兵レベル60の場合は括弧1万というふうに出ますね。これ兵数ですね。それが90の場合は1万8000、80の場合は1万6500、そんな感じになっております。うん、そして本題戻りますね。レベル90では平均して1回倒すと 19.6 万ぐらいですね。次にレベル80は 16.6 万、もう差が3万ぐらいですね。そんなにないんじゃないでしょうか、これは差が。そんな感じでございます。一応この90、80の値をですね覚えておきましょう。ちょっと片隅の方にね置いておきましょうね。次、問題なのがねこれなんですね。レベル70、属歩兵強なんですよ。まあ70以上はですね全部強なんですね。属歩兵強、属歩兵強、属騎兵強みたいな感じですね。強がつきます。で、はい、70の獲得値8万ですね。8万、80の半分しかないんですよ。これなんでしょうね、バランス調整がおかしいんでしょうかね。いや、よくわかんないんですけど、70だけ極端に低いんですよ。いや、やっててこれもおかしいなと思って僕も調査しだしたんですけど、だいたい金色1個に紫2個だ、9万ですよ。だいたい9万で、そのうちその下振れが出てきて金1個の紫1個みたいな感じですね。なんだかんだで平均8万ですね。で、ちなみに僕そんなにサンプルやってないです。数十回ずつです。10回ってことはないですけど、数十回ずつのサンプルなんで、あくまで目安程度でお願いします。なので70はですね、軍令1個1部隊で70は余裕で倒せるよって人でも70触らない方がね僕はいいと思いますね。もちろんこの素材強化の面でですね、部隊経験のところは調査しておりません。では次ですね、じゃあ70より下はどうなのかと、60、そして50ですね。で、60にはですね普通の属強とただの属がいるんですね。強ついたりつかなかったりするんです。これどっちがいいでしょうかって言ったら、つかない方がいいんですね。60のつかない方、戦闘ログで見ると兵数1万のやつ、これ平均で12万あります。70の強よりも弱いのに獲得値高いです。じゃあ60の強、これがいくらかっていうと 4.8 万、兵力は高いのに。ログ上は 12,500 って書いてありますね、兵数は。そんな感じですね。なんで結論を急いでしまうと、レベル70と60の強は触らない。で、50以下でも同じです。50以下でも50の強と50の普通のやついるんですよ。ここにはないか、まあ、40でもそうかな。うん、ここにはないか、たまたまないか、うん、たまたまいないですけど、50も
京都弱ありますので、京弱じゃない、京都普通のやつ、これも普通のやつを選択した方がねいいと思います。で、私これね調査してから1日ぐらいこの調査結果を気にしてですね、70を避けたり強を避けたりやってみましたけど、まあ時間効率もだいぶ違うし、もう気づいたらですね結構取れてて、あの精錬する枠とかもね初めて埋まりました、3枠。それぐらいですね効率がいいですね。なので自分に合ったレベルで、まあ軍令1使って、まあ、60倒していこうとか、いや自分は80、90いけるとかね、いろんなプレイスタイルで効率を求めてできるんじゃないかなと思いますね。まあまとめますと、70と強は避けましょう。もうこれに尽きるなと思います。以上、今回の族狩り強化素材研究でございました。なんちゃって、皆さん光栄さんがですね、いや光栄テクモさんがですね、またとんでもないの売り始めましたよ。クリスマス記念、何がクリスマスだ、何が聖なる夜だ、ここは三国志だぞ。しかしこれですね、戦術札1枚ついてきて、軍団員も入手可能、またおすそ分けシリーズだ。こないだ120円だったじゃないか、今回最低額980円。どれだけ我々声地区から搾取すればいいんだ、買うに決まってるじゃないかこんなもん。さて、ちゃんと編集しないと私のアカウントがバレてしまう APP の。さあ来た、特急券令 SSR も1枚だ。 VIP は490、まだまだ VIP レベル5まであと4000ぐらいかな。では早速ですね、いただいた特急券令 SSR が確定ってことは、私の場合900が確定ってことだ。早速行ってまいりましょう。おい、なんで黄色が出るんだ、 SSR 確定というのになんで黄色が出るんだ、どうしてだよ、ダメ。どうなんだよこれは、何にも書いてないぞこれ、あれ青いかなこれ、え何怖い、え誰これ、紹介また微妙なの来たな、いやちょっとまたやられたな。皆さん、戦術というですねパチンコ台があるんですよ。これがですね、私まとめてですね1月16日期限なんで、そこでやろうと思ったんですけど、意外とたまる41枚、なのでこれ100枚とか貯めて一気にやったらしんどいんで、この40枚今日やってみましょうね。よし、まずは10回、聴覚、3枚でいいや、3枚、最終を完了してんじゃないよ。修練、え探索、おい箱はもういいよ、箱はいいって、じゃあ時短、バカ野郎、何個出んだよその青いの、何個出んだよ、長寮だ、長寮に2個目だよ、わし2個目、えこれ長寮ばっかり押し付けられんのかな、なんかいいような悪いような。さあ2回目、今ちょっと最終のあれやってメール開いたらまた1枚増えちゃった、これ自分で買ったやつ取っちゃった。はい、行きます、今度こそ聴覚3枚ちょうだいよ。紫の光出た、これもあるんだ、え探索、えどんだけ武器、どんだけ装備品掘ってくればいいの、銃はいらんって、銃はふざけんなよ。あ、戦闘は何枚もらってもいいけど、これだってしかも精錬短縮なんだ、精錬埋まらないよ俺まだ今んとこ3枠。さあ次、あと22回、はい、いけ、あ黄色いわ、黄色から紫から赤に行け、箱はいいって、もう箱はいいって、また箱か、これ全部箱か、いやそれもいいって、時間いいよ、また10回、わざとやってんのかこれ、
箱ばっか押し付けて最後に10円だよもう。あと12回確率アップまであと4回とかあるんだね。だ4回目が大きいやつだ。まあその通りになってるか、まあその通りになってるのかな。さあ黄色から始まり、おっと赤だ赤だ赤だ、来た来た来た、これ来ただろう聴覚2位。ええこれ大当たりなの。えこれこれ何、これまだ開けないか。いやまたしれっと 10円、またしれっと10円挟んできてる。これあと箱ばっかじゃねえか。これ装備品強化剤特、あれいつも出てるのって特じゃないの。あれ特だよ、持ってるもん12個。いやあと2枚か、あと2枚、直角か。2枚とも紫、紫からのうって目押ししよう。これ目押し、ここここてってれれじゃねえ。聴覚引けねえなやっぱり 0.1%。 1000回に1回、40回しかやってないもんな。じゃあ聴力ちゃんとね2回かぶせて引いただけいいのかな。それでも星1でも全然使えないけども。はい、というわけで今回いかがでしたでしょうか。また何かあれば動画の作成をいたして参ろうと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。